クリスが。おい、言ってごらん。うん、言ってごらん。準備いいですか、皆さん。いや、ひめちゃんさん、放送禁止用語を連呼、次長とか言ってます。いや、これは放送禁止じゃないんですね、熊本弁ですから。うん、だってクリスはもう、熊本弁でおめこって何なんだろうってずっと言っただけで。そう、あのね、うん、おめくはさっき言ったように大きな声を出して言いますと。うん、で、おめこはね、大きな声を出して物を言おう、うん、I'm gonna、うん、I'm going to、うん、なんかこんな感じですね、うん、おめくって言ったら、うん、あの北バージョン、おめこって言ったら南部バージョンと、そんな感じだよね、うん、ちょなんかちょっと可愛いっていうか、いいね、うん、もうあそこでおめいてきなっせとか、うんうん、おめかんかいとかね、で ね、うん、あそこの絶壁に行って彼女の名前はおめこって言うて、うん、ね、言うよね。で、あとジョン、うん、ジャンジャン、ね、うん、ではどうでしょう。はい、太か声でおめいたばってん、うん、熊本弁だよね、うん、全部熊本弁だよね、うん、いやでももう絶壁のところで彼女の名前読んでジャンプしたら絶対ダメですよ、皆さん。ダメですよ絶対ダメですよ、うん、必ず大きなゴムで足をそうそう、ね、バンジーバンジーにしてください。長すぎレーザーだそれは。だけど長すぎたら岩に当たり頭ね。あ、でもたまにね、あるよね、実家で亡くなる方いますもんね。あれね、うん、石とか下じゃなくても、うん、水って高いところから落ちるとコンクリートみたいな硬さを、うん、そうよ、首が折れて亡くなる、ね、危ないよね、うん、あとあのアフリカなんかの成人式のあれね、足あの木のつる で、うん、でやって、そこは砂を斜めにしてるんだけど、砂に頭つくんでガーンって、うん、あれも危ないよね。危ない危ない、首が折れる可能性が高い。そうそう、いきなり、はいはい、うん、はい、じゃあ世界いきますね、はい、はい、太か声で、うん、大きい太い声で、うん、シエシエ、うん、こう大きいそういう声で呼ぶと、うん、ね、呼ぶだね、うん、呼ぶんだけど、うん、聞こえてなかった、うんうん、シエシエ、その次だね、その次だね、ならなら、ション中でしたい、ション中でしたい、うん、ならしょうがないね。おお、正解じゃん、うん、正解だ。今日は正解率高かったね。全問正解ですよ。まあちょっとヒントを2つぐらい言ってじゃね、うん、だから8割ぐらい英語わからない、ね、英語わかる。はい、これはワン。その日本人だったらワンと言うんですけどですね、ワン、うん、チンテンワンシャン、ワンワンね、ワンシャン、チンテン、ワンシャン、オーシャンで初、ね、はい、今日81から85、まあなかなか難しかったんだけどね、うんうん、全問正解ですね。まあ誤解のないようにね、このおめくおめこというのは、うん、熊本弁呪文講座ではですね、これは、放送禁止用語ではありません。ラウンボイスというか、そうそう、ね、大きくこう、うん、な声で叫ぶ、呼ぶとかね、イエーオとか、そんな感じですね。そうそう、うん、もうおめこかっていう、イエーオインとか、うん、そう、うん、もうおめいてこいても、わからんたんバカタレはっていうね、うん、聞こえんとばいったとかね、体育館の裏に来いやみたいな感じですね。You can say that again。 そんな感じですね。そうだね、うん、okay。 時間がですね、差し迫ってますけども、はい、この番組ですね、はい、実はですね、はい、この随陽株式会社が提供しています。これはクイズをもうしばらくして出しますけども、うん、随陽生酒 300ml ですね、はい、5本セット、これを差し上げます、うん、そしてダボーなんですけども、うん、松島観光ホテル三崎亭からこのイタリアンジェラートを8個セット、うん、このダブルがですね、皆さんに当たりますと。種類は何ですか、ジェラート言ってもらいたい？うん。Repeat again。エロは世界を救う。このジェラート、イタリアンジェラートの8個セットですね。はい、バニラ、いちご、抹茶、生チョコレートですね。赤ワイン、ブルーベリー、
メンガオのメロンガですね、はい、これはお約束事なんですけど、ね随用の生酒、この5本セット、これやっぱ評判いいね、ダブルですよ、ダブルダブル、うん、この間ね、うん、あのチェロカワさん、うん、チェロカワさんこれ当たったんだよ、一回ね、おでものすごい美味しかったって、ブルーベリーの味も、あらということはロスさんが食べたことが当たったんだ、お美味しかったですか、ブルーベリー、あ、本当に、それはよかったな、それとね、うん、このチェロカワさんはこの、なんていうか、生酒と、はい、それとこの間、人吉市から、はい、あの何やったっけ、あきんどよもやば話のファンが来たんだよね、うん、でその人がね焼酎、焼酎あれものすごく高いし、でそれをね、うん、当たったんですよ、うん、チェロカワさん、おそしてもうコメントがものすごくうまかったって、うんすごいですね、うん、熊本弁呪文講座にはもう全然ファンの方なんかプレゼント持ってくるとか全くないですね、いやだから持ってきてる、近村さん結構もらってるよ、陰で陰でじゃない、陰でクリスはもらったことないですね、本当、うん、今ねちょっとあるところに激辛カレーのねレトルトこう2パック入ってるもので今交渉してるんですけど、うんまあ、それができればいいかなと思いますけど、ねうん、それも皆さんにそうそうクイズのプレゼントとしてでまだ返事が、うん、返事が1週間ないんで、うんうん、もう2週間かな、もうそろそろちょっと電話しようかなと、うん、それとですね、はい、できたならばこのイタリアンジェラート、うん、これをですねメロンか何かを変えて、うん、柚子を入れましょうかと今話があって、柚子いいですね、柚子ねすごくね、うん、人気があるんだって、うん、柚子美味しかった、ね、だから10月からの番組ではこの柚子を入れた8個セット、うんうん、いいですね、柚子美味しかったです、そうですね、もう一度言いますとですね、うんはい、松島観光ホテル三崎亭からのこの商品なんですけども、うん、イタリアンジェラート8個セット、バニラ、いちご、抹茶チョコレートは赤ワインブルーベリーにマンゴープラス柚子これが入ってくればいいかなと思っておりますけどね、うんうん、ああいいです、うん、だけどこのブルーベリー味もすごく美味しかったですよってロスさん言ってますけど、ブルーベリーは食べたでしょ、クリスはブルーベリーが、うん、ブルーベリーが美味しかったよね、うん、それと赤ワインもまあまあ美味しかった、ロスさんと一緒とチーズがね食べてないでしょ、チーズが美味しい、チーズ美味しそうね、チーズうまいんですよ、それとね食べてないのが、うん、あの赤ワイン食べたでしょ、うん、白ワイン、うん、これうまいですよ、いいですね、うん、なんか中が熱いですね、おなんか熱い、それ何、ちょっとそれ、うん見せてもらおうかな、どうしようかな見せようかな、どうしようかな、うん、中がちょっと熱い、熱くないですか、熱いですね、それ見せて、うん、はい、それ松島観光ホテル三崎、そうです、はい、あアンブロシアのパンフレットできたばかりですね、はい、どれどれ、おしゃれなパンフレットになってますよ、おーおーおー、うん、なるほど、はい、それが、表と裏の面になってますけど、ね、いやこれ これねびっくりしますよ、だってね4品のコースでランチが2500円だもん、わずか安いよね、うん、ちょっとびっくりしますね、いやうん、激安いと思います。これだったらね、うん、気軽に本当にデートコースとかでランチだけでも抜群じゃないですか。クリスね、実際言いますと、はい、そこに写ってる写真、はい、全部近物さんが写したやつ、はい。本当ですか？それ言わないよ。はあ、これなんか、近尾さんが撮ったって聞きましたけど近まろうはこういうのできないでしょ、同じじゃん、はい、同じじゃん、はい、ね、でこういうふうにこう畳んだらこのサイズですもんね、はい、そうそう、それとね、うん、近村さんこっち持ってたかな、ちょっと待って、うん、おしゃれなね、うん、パンフレットですね、はい、まだあげてないけど、はい、じゃあ2人にあげますね、はい、はい、これはアンブロシアのカードになりますね、はい、おお、これいいでしょう、うん、ね、はい、これは後で何枚かからお友達に配ってでしょうね、わ、うんうん、ね、かりました、これはもうスポンサーで非常に頑張っていらっしゃるところですから、はい、これいいよね、はい、うん、って書いて、何がって何がなんだろう私が写真を撮ったって嘘かなって、いや本当なんです、あの、うん、近丸さんが、うん、そうそう、写真を全部パンフレットにしてもらってます ね、うん、ものすごいいいカメラでもうパシパシパシって撮りますよ、カメラがいいんじゃない、腕がいいんですよ、腕がいいんです、
腕が。あ、これ溶けない。違う。ものすごいいいカメラで、ものすごい腕で、そうそうそう、うん、撮りますね。うんうん、でね、問題を、はい、今日の問題、うん、何しようかな。何しようかな。今日の問題。出したい人いる？だってクリスね、今までよく考えてください。うん、この番組の一応ね、メインで、うん、メインだったの？メインじゃなかった。スタンダード。そのスタンダードじゃないでしょう。レギュラーでしょう。それは。メインだよね。うん、一応。クイズ出したことない。一言多いな。一応。シェシェじゃない。一応ね、レギュラーなんだけど、今までクイズ出したことない。イガついたの？イレギュラー。じゃあ問題出していきよう、はい、うん、問題出しましょうか、うん、考えてね、何が何でしょう今度、うん、松島観光ホテル、うん、三崎亭さん提供のジェラートが今8種類プレゼントとして皆さんに出てますけど、はい、今度、うん、これに、うん、新しく一品が変わります。それが何に変わるんでしょうかっていうのが今日のクイズの問題です。おお、いい問題だ、うん、それではおさらいしますね、本日のですね、熊本弁呪文講座の問題ですが、随陽株式会社、生酒 500ml、うん、5本セットですね、はい、それと松島観光ホテル三崎亭、イタリアンジェラートの8個セット、はい、でこれを10月からちょっと品揃え変えるんですけれども、はい、今クリスの問題はこの、うん、バニラ、いちご、抹茶、チョコレート、赤ワイン、ブルーベリー、マンゴーとメロンですね、はい、この8つの中で何が変わるでしょうか。何に変わるでしょうか。何に変わるでしょうか。よし、それでいきますね。はい、わかりました。じゃあそれをですね、はい、ツイッターアカウントちかまろのですね、ちかお西田アットマークちかお西田の方に、まあ、よろしければダイレクトメッセージ、うん、なければ一応あのフォローしていただいて、うん、そしてダイレクトメッセージと、うん、はい、であの個人情報につきましてはですね、ダイレクトメッセージでいただきます。もしくはそれがいやとおっしゃるんであればメールアドレスをしますメールでいただきます、うん、そして、こちらの方の協賛、2社の方にお送りしますが、はい、その時点で、D&L の情報として、個人情報は全部消すようにしておりますので、うん、はい、あの何回もですね、うん、2,3 回当たってる人は何回もこう住所、電話番号、うん、私、名前もあの送ってもらわないといけないんですけど、うん、まあ、これは個人情報の取り扱いとして厳重にしておりますので、うん、ご安心いただきたいと思っています。まあ、協賛のところ2社も実際の発送した後はもう全部削除、ね、それはされてますね、うん、されてますね。まあ、協賛のところがね、はい、やっぱりあの随陽140、50年の会社です、うん、ですね、松島観光ホテル三崎亭、これは熊本で有数の海のリゾートホテルです。そうですね、ですからそこは、うん、ご安心いただければと思っております。まあ、そういうことでね、はい、今日クリス点数良かったね。いいですね。だったら今日ね、せっかくだからクリスにちょっとお腹空いてからこの後おごちそうしようか。イエーイ、ね、それではシエシエそう、じゃあエンディングで、はい、皆さんそれでは、ここでいきますかね、はい、See you later. See you next week. Bye bye. やった。